皆さん、こんにちは。今日は、障害児への音楽療法ということで、本学非常勤講師の土屋が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は日本音楽療法学会認定の音楽療法士です。大学で教える傍ら、社会福祉法人リレの会という障害児の施設で音楽療法士として非常勤職員をしております。以下、ご覧のような NPO にも所属をしております。それでは、音楽療法とは一体どのようなものなのでしょうか。音楽療法の定義は、100人の音楽療法士がいたら100通りの答えがあると言われるほど様々なものがあります。また、この定義自体も時代によって進化していると言われています。日本では、この日本音楽療法学会の定義がオフィシャルなものです。音楽療法とは、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害の回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用することとあります。音楽の特徴を駆使して、日常生活上の問題解決にあたる療法と言えます。では、この音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きとはどんなものでしょうか。生理的働き。1番、音楽は感覚ニューロンを通して大脳皮質の感情中枢に大きな影響を与える。感情に影響を及ぼす。2、音楽は自律神経系に不活的あるいは抑制的な影響を与える。3、音楽は大脳皮質の運動中枢に不活的あるいは抑制的な影響を与える。2番と3番、この下線の不活的あるいは抑制的。どういうことかと言いますと、簡単に言いますと、不活的というのは活発になるということですね。抑制的というのは安定させる、鎮静させる。つまり、想像してみてください。この薬を飲めば、血圧が高い人は下がって、低い人は上がる。それがこの一つの薬で賄えますよ。便利な薬だと思いませんか？もちろん、どんな音楽を使うかとか、どのように使うかというのは、音楽療法士によって、いろいろ工夫されることではありますけれども、どちらのケースにも音楽は使えるんですよ。影響を与えることができるんですよ。ということです。4番、音楽は長期記憶において、いろいろな出来事と結びつきやすい性質を持っている。例えば、すごく楽しいことが、嬉しいことがあったときに、BGM である音楽が流れていた。何年かして、そのある音楽を聴くと、その時の嬉しかった思い出が蘇って、とっても気分が良くなる。音楽にはそんな働きがあります。次。音楽は認知的なプロセスを刺激する。感情だけではなくて、認知的にも影響を及ぼす。6、音楽活動は右脳優位で行われ、音楽の知覚に関しては認知的プロセスに関与し、専門家は左脳の関与が多くなり、一般の人は右脳優位である。次に、心理的社会的働きについてお話しします。1、音楽は知的過程を通らず、直接情動に働きかける。私が関わっているお子さんの中には、重度の知的障害を持つお子さんがたくさんいらっしゃいます。言葉を持たない、言葉を理解できない方もたくさんいらっしゃいます。でも、知的過程を通らないということは、言葉を持っていても、言葉を持たなくても、どんな方にも音楽は情動に働きかけることができる。2、
音楽活動は自己愛的な満足をもたらす。あ、こんな風に歌えた。こんな風に楽器が叩けた。なかなか自分やるじゃないか。と、自己愛的な満足をもたらすことができる。3、音楽は人間の美的感覚を満足させる。4、音楽は発散的であり、情動の直接的発散をもたらす方法を提供する。5、音楽は身体的運動を誘発する。例えばですね、激しい曲を聴きながら絶対に体を動かさないで微動だにしないで聴いてください。結構難しいですよ。今度やってみてください。なんとなくこう体が横に揺れたりとか、こう縦にこう揺れたりとか、自然に動いてきたり、リズムを取ってしまったりという動きが出てくると思います。6、音楽はコミュニケーションである。例えば今私が伴奏を弾いて皆さんが歌を歌ったとします。そうしたら私の伴奏に合わせて皆さんは歌う。ここで合わせる。このこと自体がもうコミュニケーションですよね。7、音楽は一定の法則上の上に構造化されている。皆さんいろんな曲を聴いたときに同じモチーフが繰り返しで出てくることが多くないですか？こう繰り返しがあるということは次にもう一回あれが同じことをやればいいんだぞと見通しを持ちやすくなる。それが予測しやすくなる。自閉症のお子さんなどは見通しが持てないとなかなか行動ができない。行動に移しづらい、移しにくいという特徴を持っています。ですが、このように見通しを持てるということは見通しを持って行動に移しやすい。そんなことを音楽は、聞きながらにして、もう一回繰り返すよという言葉の説明なしに理解してもらうことができる。8番、音楽には多様性があり、適用範囲が広い。9、音楽活動には統合的精神機能が必要である。集団音楽活動では社会性が要求される。そして、これらが音楽の持つ楽しい雰囲気の中で行われる。これが一番の音楽療法の良さじゃないかなと思っています。リハビリにしても、訓練にしても、楽しい雰囲気でできた方がいいですよね。では、皆さんは音楽療法ではどのようなことをすると思っていますか？癒し系の音楽を聴いてリラックスするじゃないかな。楽器を演奏して楽しむんじゃないかな。歌を歌ってスッキリするんじゃないかな。リズム遊びで楽しいことをするんじゃないかな。音楽に合わせてダンス、他のことも予想されてるかもしれませんね。では、音楽療法と音楽教育の違いは何でしょう。先ほどの癒し系の音楽を聴く、楽器を鳴らす、歌を歌う、ダンスする。音楽療法でも、教育の現場でも、ちょっと見た感じでは同じことをしているように見えます。でも大きく違うのは、音楽教育は目的が音楽に関すること。音楽療法は健康に関することなんです。皆さん、リコーダーは吹いたことありますよね。おそらくリコーダーを吹く、どんなことを目的にして吹いてるでしょう。学校の授業では、間違えずに指を動かして、楽譜通りに演奏するということが目的に置かれてたかもしれません。でも音楽療法では、例えば、指を動かすことによって、指の動きを良くする、こう、分離、指の分離が目的になったり、あと、息を使いますよね。呼吸のコントロール。また、タンギングで、舌の運動。で、舌の動きを良くするなど、健康に関することが音楽療法では目的となります。ここを間違えないで理解しておいてください。それではここで事例を紹介させていただきます。多動障害の A さん。保育園の年長さんでした。A さんはとにかく走り回っていて、スーパーに買い物に行ってもずっと売り場を走り回ってたと聞いていました。
保育園に来てもほぼほぼ座っていることはありませんでした。で、ある時、こうバチでピアノの鍵盤をコンって叩いてしまって、ピアノの鍵盤が欠けてしまったんですね。その時に A さんは真っ青な顔でもう泣きそうな顔をしていました。つまりどういうことかっていうと、叩いたり壊したりしてはいけないってことは A さんは理解しているわけです。だけれどもこの叩きたい衝動っていうのを抑えられない、そういう障害だったんですね。で、どうしようかって考えた時に、彼はトトロが好きで猫バスが大好きだって話を聞いたんです。それで、その猫バスの歌、皆さんご存知ですか？はい。実際もうちょっと早かったかもしれないです。これに合わせてホールを走り回って、ある程度走ったら、こんな音を鳴らして、あ、故障しちゃったと言って床に倒れ込む。そこで登場するのが、この、皆さんご存知でしょうか。ツリーチャイム、バーチャイム、ウィンドチャイムなんて言い方もしますね。これで、今日はどこが故障してるのって聞くと、A さんは足。そうすると、足に、魔法をかけて、ほら、故障が治った。そしてまた猫バスで走り出し、それを何回か繰り返すというのを毎週やったんですね。そして、数ヶ月が過ぎたところで、お母さんとの面談で、実は、実際の生活の場面でも同じようなことが起きているんです、とおっしゃいました。どういうことかというと、スーパーに行くととにかく走り回ってたんですけれども、今は疲れたからあそこに座ってるからって座っていられるようになった、休んでいられるようになった。それで疲れたら休む、やっぱり動きを止めるという経験をしたので、休むということが A さんできるようになったんですね。そこから体力もだんだんついてきて、保育園も休まなくなって、小学校へ無事留学して、でそのままセッションを続けたかったんですけれども、A さん引っ越してしまわれたので、その後ちょっと関われずにいたのが私としては心残りなんですけれども、そんな風にして A さんの行動、それから、健康に関して介入していた例です。次に肢体不自由の B さんについてお話しします。 B さんは車椅子を使っていました。私がお会いした時は中学生でした。小学生のうちは、学校に通えてたんですけれども、中学校になると勉強が難しくなってきたり、いろいろな事情からだんだん学校に通えなくなり、不登校の状態となっていました。でもピアノが大好きで、家でピアノを弾いてると落ち着くと私に話してくれていました。彼女はピアノもとても上手で、自分で歌謡曲を聴きながら右手でメロディーを取って、それに伴奏をつけるというのを、誰からもピアノは習ったことがないんですけれども、それを自分でできるほどピアノが上手でした。ただ、集団の中に入ると手を挙げて発言するということが苦手で、いつも自分の言いたいことを飲み込んで、目に涙をいっぱい溜めているような B さんでした。で、B さんは知的に軽度でしたので、高等支援学校への進学を勧められていたんですね。だけれども、親御さんが自分の手元に置きたい。で、B さんはもしかしたら高等支援学校に行きたいっていう気持ちがあるのかもしれないんだけれども、性格上それを言い出すことができない。という状態が続いている。というふうにコーディネーターの先生から聞いていました。そこで B さんはまず集団セッションに参加してもらって、その中で合奏をやるときの要として、頑張ってもらいました。例えば B さんのピアノに合わせて弾いてねとか、B さんの合図で弾いてねとか、
もちろん音楽の基盤は B さんに任せるようにして、そういうふうに合奏を組み立てて、だんだん B さんに自信を持ってもらうように私たちは、進めていきました。また集団だったんですけれども、最後に特別に一人だけのピアノの時間といって、自分の好きな曲を仕上げて、ピアノを少しずつ上手になって、自信、そちらでも自信を持っていただけるように、2本立てで、介入していきました。そして、集団の中で、例えば次は何の曲をやりたい？って質問したときに、 B さんは手を挙げないんですけれども、私たちは必ず B さんに当てるようにして発言をしてもらうようにしていました。そして発言 して周りの人に、あ、その曲いいねなんて言われると B さんも嬉しそうにしていてですね、だんだん手も挙げられるようになってきました。2年ぐらい経ったときにコーディネーターの先生から電話があって、 B さんが高等支援学校に行きたいってお母さんに言いましたよ、そして高等支援学校への進学が決まりましたというふうに連絡が来ました。やっと B さん自分で親御さんに言えたんですね。もうその時の喜びをったら、もうスタッフ全員涙を流して喜んだ記憶があります。そんなふうにして B さんに介入していて自信をつけてもらった事例です。最後に、特別な支援とは何なんでしょうか。この図は特別支援学校等の児童生徒の増加の状況を表した図です。水色の矢印、下向きですよね。義務教育段階の全児童の生徒数はこの10年減少傾向にあります。100万人減っていますね。つまり1年に10万人ずつぐらい減っている計算になります。にもかかわらず、特別支援学校、特別支援学級、それから何かの生きづらさを抱えてて、通級による指導を受けているお子さんの数は増加しているんですね。つまり、障害をお持ちのお子さん、それから何らかの生きづらさを抱えているお子さんの比率は年々増えてきているということが表されています。それだけ障害児のお子さんへの療育、それから治療的介入のニーズが高まっているということになります。でも、発達障害は劣っていることとイコールではありません。特別な支援をすると、できることが増える。そのお手伝いをするのが私たちの仕事だと思っています。一見、じっとしているとやる気がないのかと思われがちなんですけれども、懸命に頑張っているんです。座りながらもその場にいることを頑張っているかもしれないんです。見ることを頑張っているかもしれない。動かなくても聞くことを頑張っているかもしれない。そういう視点でお子さんたちを見ることがとても子どもの現場にいる私たちには大事なことになってくるかと思います。本を紹介させていただきます。児童の現場に興味のある方、ぜひこの本を読んでみてください。私もこの本を未だにバイブルのように読み返してセッションをしております。とても勉強になりますし、いろいろなケースについて書かれています。はい、最後までありがとうございました。お疲れ様でした。